シャミーユを助けるために打ち倒したこの騎士たちとの戦いの感覚を忘れないよう一人鍛錬をしていたヤトリ。やがて彼女は幾多の両親が健在であった幼き日のことを思い出す。ねじ巻き精霊戦記天境のアルデラミン第5話、二人で一つ。あいつのそばにいる限り私は完全な剣になんてなれそうにないわ。あの時から